八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。木曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各地にお邪魔し、その地域の歴史や魅力を、さらに八戸に住む面白人物をご紹介します。こんにちは、大地球です。オラホの地域自慢、今日はですね、このコーナーが始まって初めてですが、私の小学校中学校の同級生です。トンボ写真家と本人は名乗っておりますが、西村レノルさんです。よろしくお願いします。はい、西村レノルです。よろしくお願いします。トンボ写真家ということはトンボだけ撮ってるんでしょうか？はい、ここ3年間はほとんどトンボばっかりです。トンボ並びにちょっと昆虫が出た時は昆虫もちょっと撮ろうかなっていう感じで撮ってましたね。以前はやっぱの風景写真も、はい、15年ぐらい撮ってましたでしょうか。はい、で今もトンボに夢中になっております。はい、トンボはだって冬場は撮れないんでしょ？そうですね、冬場トンボ撮れませんので、だいたい去年の観察でいうと5月1日からダビドサナエっていうサナエグループが孵化して、ちょっと待って、ダビドサナエって、はい、それトンボの名前ですか？トンボの名前です。ダビド、誰がつけたのか、なんでダビドなのか、はい、学名？学名なんです。はい、もうダビドサナエってごく普通にこの辺にいるんだけども、見てる人たちはほとんどないかと思いますね。はい、そんな珍しい？珍しいです。はい、でそのダビドサナエが、はい、去年だと5月の1日に孵化を始めて、そしたら今度順番に今度出てくるんですよ。日本川トンボとか、赤トンボグループ、鬼山グループ、そして糸トンボグループとかって、そういうふうに出てきて、最後に観察したのは秋茜で12月の6日まで観察してます、去年は。でその後はこういっぱい撮れた目立写真を、夏の間に撮れた目立写真を、冬は今度は次のシーズンが来るまでずっと一体ずつこう確認して、例えば糸トンボグループであれば、ほんのちょっとここがほとんど同じなんだけども、肩の筋に線が入るか入らないかで名前が変わってくるんですよ。エゾトンボとかオゼトンボとか物差しトンボとかね、そういうふうなのを取って大きくして確認しないと、その学名を判別できない。だからその冬の間はもう主にそういうふうな産業してます。はい、いきなりトンボの話をしてしまいましたけどね、はい、西村さんはそのカメラどなたかに、例えば写真学校行くとか、はい、あるいはどなたかのところでね、教えてもらうとかっていうのはあったんですか？いや、そういうことはもう一切なかったですね。自分で？はい、もう独学です。中学校時代にうちの息子野球やってたから、野球の写真撮りたい、撮ってあげようと思って、カメラ位置がレフ買ってきて、撮ったらまるっきりうまく撮らさないんですよ。で、いや、ただ撮ればいいんじゃないんだと思って、それから今度本屋さんに行って、カメラ雑誌をこう覗いたり見たりして、ああ、撮り方だっていろいろあるんだぞのが分かってきて、それから今度はもういろんなの今度夢中になってね、それから絵とか、それから美術館とか、昔の偉い人たちのその絵描きの人たちがどういうふうにこう構図を決めてるとか、そういうふうなものをいろいろかなり勉強しました、独学で。それで撮っててコンテストに入賞したりしたわけだから、センスはあったんでしょうね。まあ自分ではどうなんでしょうかね。もともと。で、あると思うでしょ？今は自信持ってあります。今。そう。
本当はね昔に戻って、八戸弁でタメ口で話したいんですけど、そうもいかないので、うん、風景などを撮っていて、トンボで、トンボ好きだったんですか昔から。そうですね、トンボはやっぱり好きという以前に、うちら子供の頃っていうのはほらトンボがこう、はい、いっぱい身近にいましたから、うん、もうなんつうのこうそういう友達感覚みたいな、いて当たり前、そう当然っていう感じで、うん、だから捕まえてはなんか大っぱにこう糸つけたりね、そう今考えると羽むしたりね、そう飛ぶどれぐらい切れば飛べなくなるとか、そうそうそうやりましたね、やったす、うん、だからそういう今考えればちょっと申し訳ないんですけども、うん、そういう遊びして身近に接してたものがいつの間にかすぐなくなって、気がついた時にはトンボ、トンボどこにいんのってこう今状態でしょ、うん、それに第一に綺麗です。例えば女性で言うと恋したって感じですね、トンボに、そうです、もう見れば見るほど、会えば会うほど、会うとまたまたまた会いたくなるっていう、毎日どうしてんのかな、もう、気になって気になってしょうがないですね。じゃあこの八戸の近辺にですよ、まあ、近辺って言ってもこう結構広い範囲でもいいんですけど、何種類ぐらいのトンボが生息してるもんですか。そうですね、私の今ここ3年間の観察からすると今約50種類近く、この南部地方だけで、青森県にはだいたい高橋さんという方がトンボ学会に入ってこう 7,8 年前からこう取ってるらしいんだけど、87種類観察されてます、そのうちの南部地方で今のところだいたい50ぐらいかな。日本には何種類ぐらい、日本にはですね何種類いると思いますか。1000、残念ながら日本には215種。あ、そんなもんなの。はい、世界的には約5000から、はっきりはまだ知られてないんですけど、学会では5000種類、他の学会では6000種類って、だからだいたい5000から6000種類で、日本にはそのうちの215種類が生息してるんですよ。で東北にはまた数が増えるんでしょうけど、青森県には87種類。でも200のうちの87だとね、4割ぐらいの種類、そうですね、はい、結構多いんです。やっぱトンボっていうのはみんな見に行けば行くほど、なんかやっぱりトンボっていうのはほらお日様好きでしょ、大好き、やっぱあったかいとこ大好きなんだなと思ってつぐつぐ思います。はい、で調べたらですね、ヨーロッパには何種類ぐらいいると思います。ヨーロッパ全土で、日本と行ったことねえもんな、ヨーロッパ全土の国々を合わせて、で日本に215種類って、ヨーロッパには100種類ちょっとしかいないんです。え、ヨーロッパ全土で、ヨーロッパ寒いからってことじゃあないんでしょうね。学説的には氷河期時代にトンボが全滅したみたいで、そしてこの日本の地域だけがなんか守られたっていう、昔は氷河期時代は日本は雪に覆われてでも湿気が多くて、そんな寒さがなかったとかっていう、ちらっとそういう話を聞いて、そのおかげでこのトンボが守られたっていう、その証拠に日本で世界中でも珍しい昔山マドが昔トンボっていう、なんかその魚で言えばシーラカンス、シーラカンス、ああいう状態のトンボなんですよ。まだこの地方に残ってるってことは見たことある？ないです。ない、はい、でもいいんですよ。そうか、ここにおいら石油のとこには、はあ、はい、トンボの話をしだすと止まらなくなる西村さんでございますけどね、はい、もう時間ですよ、1日目ああそうなんですか、というわけでトンボ写真家の西村レノールさんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。